皆さん、こんにちは。ここなです。今回の記事は、ねずこが日の光を克服した理由についてです。それではどうぞ。ねずこ。この動画は、真実をお伝えするものではありません。私なりの考察で、私なりに答えを出していくというスタイルの動画です。なので、今回お話しすることは間違っている情報かもしれません。そのあたりは、あらかじめご了承ください。それでは考察に入ります。まずは、 ねず子についてのおさらいです。ねず子は、かまど家の長女として生まれました。そして12歳の頃、無残によって鬼にされています。ただ、これが本当に無残の手によるものだったのかは、未だ未確定です。そうして鬼になったねず子。通常であれば人を食いたい欲求にかられ、我を忘れてしまうはずです。しかしねず子は、ある程度の理性を保つことができ、人を傷つけることはありません。そして、人を食うことの代わりに、 眠ることで体力を回復しています。これもネズコの得意体質なのですが、過去によく眠る、スヤコ、という人物がいたことから、そこと何かしらの関係性があるのではないかと思います。さらにネズコは、戦いの中であざも発言しています。ネズコのあざは草のような模様で、これが何を意味しているのかは、まだ判明していません。このあざは、炭治郎や炭十郎の影響があるのではないかと、私は考えています。 技は共鳴すると言われているからです。そうして最後にねず子は、日の光を克服し、多少の言葉も話すことができるようになりました。以上が、ねず子に関するおさらいです。日の光。ねず子に関しておさらいしてみましたが、考えれば考えるほど、謎が増えていきます。そんな中で今回は、どうしてねず子は日の光を克服できたのかという部分に、着目してみました。私の予想はこうです。 三十郎が青い飛願花を薬として服用していたことから、その血を継いでいるネズコにも影響が出たのではないか。前回の動画で私はこう考えました。そして今回、この考察を補強するための要素をもう一つ見つけました。それは、無残の血です。ネズコは、無残に鬼にされています。ということは、確実に無残の血が、根津子の中にもあるということです。そして、ネズコの中にある無残の血は、 善良な医者に試作段階の薬を飲まされたのと同じ血、ということにもなります。つまり、青い悲願花で日の光を克服できるのは、無残だけでなく、無残の血を持つ鬼すべて、だということが考えられるのです。当たり前だと言われればそうなのですが、ここは少し盲点だったのではないかと。そうして、このことを改めて考えることにより、私の中で一つの答えへと繋がることになったのです。完全体。つまりつまりです。 ねずこの中にある青い飛願花を必要とする無残の血と青い飛願花を薬として服用していた炭十郎の血。それらが混ざり合ってようやくねず子が鬼の完全体になれたのではないか。そういうことを言いたいのです。玉代さんが言っていたねず子が自我を取り戻すより先に優先していたこと。それは無残の血と自分の血を混ぜ合わせること。それを睡眠によって無意識に行っていた。というより、 ここまで考えてきてなんなのですが、もしかしたらねず子も、青い彼岸花を薬として服用していた、という可能性もありますよね。彼岸花の薬としての作用は、利尿作用や巨端作用です。この作用なら、ねず子が薬として服用していたとしても、おかしくはないですよね。ということで、まとめます。まとめ的なもの。ねず子が日の光を克服できた理由。私の最終まとめはこうです。ねずこの中の無残の血と、 炭十郎もしくはネズ子の青い悲願花を服用していた血が混ざり合い、ネズ子は日の光を克服した。それは、無残が青い悲願花を服用したのと同等の鬼の完全体というべきである。ネズ子が幼子のようだったのは、幼い頃に青い悲願花を服用していた血を再現したかったからそれはないか。さて、ここから気になるのは、ネズ子は果たして人間に戻れるのかということと、無残とネズ子は退治するのかということです。 もしも無残が、ネズコを吸収してしまったら、最悪無残が、鬼の完全体となってしまいます。でも、よくよく考えたら、無残より日の光を克服したネズコの方が、完全体であり強いのでは角の生えたネズコなら、簡単に吸収されるようなこともないような気がします。ただ、今は人間に戻る薬を服用中のネズコ。ここから先、どうなるのか、非常に楽しみです。ということで、 今回も少し余談です。もうすぐ年末ですね。あっという間の一年でした。私はこの一年でチャンネルを作り替え、約束のネバーランドから、鬼滅の刃に倶えし。果たして、来年このチャンネルはどうなっているのか。リアルでは、来年の1月に引っ越しがあり、新しい事業も拡大していく見込みです。そういえば引っ越しの準備をしていたら、たくさんいらない服が出てきたので、誰か欲しい人はいますか 女性限定とはなりますが、欲しい人がいるなら、プレゼント企画しようかなと思ってたり、一度しか着てない服とか結構あるのと、売っても二足三門なので、反応があればやります。反応がなければやりません。というわけで、皆さんは今年どんな一年だったでしょうかコメント欄で教えていただけると、私は微笑みながらハートを押します。それでは今回はこの辺りで。